長崎市選挙区の高平はじめと申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。自己紹介を政治家を目指されたきっかけについても喋れという話なんですが、私はですね、そもそも県庁の職員で、二十数年県に勤めておったんですけれども、政策調整局の企画官ということで、最後はトラバイをしたんですけどね、それまでに県庁全体の政策を取りまとめるというような、そういう部署だったもんですから、非常にやりがいがあったんですけれども、ただやっぱりこれから地方自治といったことをやっぱり考えた時にね、住民と直接やっぱりこう接するというか、基礎的自治体のやっぱり市町村、今は市長ですけども、そこのやっぱりその運営というか、その基礎体力をもっとやっぱつけていかないと、なかなかやっぱり住民の皆さんのこう満足度が上がっていかないとか、福利の向上がやっぱり進まないというのがあって、そういう意味で県庁をですね、トラバイして三和の町長ということになりました。で、そこで、とにかく時を置かず、いろんなやっぱり施策や事業に邁進をしてきたんですが、合併になりましてね、その後、市会議員を通じて県会議員2期目というような、そういうふうな経歴であります。したがって、その行政をやっぱりどうやったら、その住民のためにより成果の上がる仕事に結びつけることができるかといったことについてはね、やっぱり僕自身としてアドバンテージというか、他の議員とはやっぱり違う、そういう役割を果たしているのかなというような、そういう思いでいます。特にその政治家になろうといったわけではないんですが、ちょっと非常にご推薦をいただく皆さんのですね、お声も手伝ってなことでありますけども、県で学んだことを本当にやっぱり住民のために生かしていきたい、そういった地方自治を新しい時代にふさわしいような考え方や手法や新しい枠組みを作ってさらに進めたいという、そのための、言ってみればリーダーとしてですね、自分として頑張っていきたいという、そういう思いで、強い決意で、県庁変わった、その延長上にあって今議会人ということでやっておりますが、基本的にやっぱり私の理念というか考え方は今なお一つも変わってないといったことを申し上げたいというふうに思っています。